皆さんこんにちは、みさとです。今回は9月6日に発売するユニクロ C で何を買えばいいか一緒にチェックしていこうと思います。私たちはチャンネル登録者数10万人に向けて今頑張ってる最中なので、もしチャンネル登録してないよっていう方はぜひぜひお願いします。今回のユニクロ C、もう皆さんも見てるかなと思うんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか？もう私何買おうかなってもう何回見ても決められないぐらい可愛いアイテムが多いなって思ってるんですけど、なので今まで私もう何百着と言っていいほどたくさんのカテゴリーのアイテムを着てきたので、そんな私と一緒にこうユニクロ C で何を買えばいいのかなっていうのをチェックしながら、もう6日に向けていろいろ目星つけていければいいかなと思ってます。動画の最後には私が買うべきベスト3のアイテムを紹介させていただくので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで一緒にサイト見ながら何を買えばいいかなって楽しみながらスタートしていきましょうか。ではまずアウターですね。今回のこのアウターマジで豊作だと思うんで、皆さんも必ずもう1着は買った方がいいんじゃないかなって私は思ってます。じゃあまずジャケットからいきますね。このオーバーサイズジャケット、私も去年買ったジャケットなんですけど、今回はこのグレーとブラックに加えてこのねツイードが追加されてるんですよ。私はこのツイード絶対買おうかなって思ってるんですけど、オーバーサイズと言いながらもこのユニクロ C さんのジャケットってそこまでこう身幅がぐっと広いっていうよりは結構ストンと下に長くってこうスタイリッシュに着れるようなオーバーサイズになってるので、個人的にも大好きなアイテムです。ジャケットでオーバーサイズとなるとかなり難しいんじゃないかなっていう方も多いと思うんですけど、さっきも言った通りそこまでこう身幅がぐっと大きいとか肩幅がもうすごい肩パッドが入っててとかではなくって、かなりこうスッと落ちているものになるので、こう今出てるようなスウェットもそうですけど、ニットを中に着てとかで、下はもうボトムスはこう太めのパンツだったりとか、フレアのこう大きなスカートとかと合わせても綺麗に着こなせるかなって思うので、初めてジャケット着こなすよっていう方もかなり取り入れやすいジャケットなんじゃないかなと思います。サイズは普段履いてるような自分が普段着てるサイズのまま購入すればいいんじゃないかなと思います。去年私はこのユニクロ C さんのジャケットとパンツのこのセットアップをもう全色買いしたんですよ。グレー、ブラック、ベージュ。今回は全色買いとは言わずこのツイードをゲットしたいかなと思ってます、狙ってます。はい、じゃあ続いてはこちらですね。これ気になってる方多いんじゃないですか。はい、こちらのねダウンクロップドベストですよ。ダウンのベストでこのショート丈ってあんまり見ないので結構珍しいかなって私は思ってて、これ結構 X とかでもバズってましたよね。多分メインのカラーがこのオリーブだと思うんですけど、今期のトレンドカラーの中にこのオリーブが結構入っていて、今この右上に出てるこのコーデももう全身カーキって感じじゃないですか。なのでこれを見ても分かる通り今期はかなりこのカーキが来てるかなと思ってます。私もねこのカーキを絶対買います。これだけは決まってるんですけど、一番バズってたのはやっぱりこのピンクですね。でこのユニクロ C さんのピンクってかなり人気があるカラーだと思うんですけど、聞いたところによると去年よりはちょっと青みがかってよりこう幅広い人が取り入れやすいピンクになったっていうこと聞いたので、去年ちょっと諦めてた方もぜひ今回は手に取ってみてもいいのかなって思います。でね、このベストの何が可愛いかっていうところなんですけど、まずはこの丸み、この刻印型になってるちょっとこう丸いシルエットになってるので、結構こうダウンベストってカジュアルになりがちだと思うんですけど、丸みがあって女性らしい。あとはこのダウンのこの切り替え、キルトのこの切り替えもこう3段ぐらいになってるので、こうモコ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 っていっぱいあるっていうよりはこう綺麗にこうなんだろう、上品さのあるこう切り替えっていうのがあって、大人の女性でも取り入れやすいダウンベストだなと思うので、今年こそはこういったカジュアルだけどちょっと温かさもありつつ今年っぽいもの欲しいっていう方はぜひ取り入れてみてほしいです。黒なんかもねカジュアルさっていうよりは洗練されたこうちょっとおしゃれさがあるのですごくいいかなと思います。はい、では続いてはこちらのダウンショートジャケットですね。これはもう全体的に結構キュッとコンパクトなイメージなんですけど、ちょっとわかります？袖が長いんですよ。これがすごいこうちょっとこう他と差をつけられるおしゃれポイントだなと思ってて、素材もこれわかりますかね、画像でこうマットな質感なんですよ。なのでこうダウンってちょっとこうカジュアルでなんかシャカシャカみたいな子供っぽいみたいな悩み持つ方も多いと思うんですけど、このマットなダウンだったら大人の女性とかいつもこうフェミニン系の服装の方でも取り入れやすいダウンなんじゃないかなって思います。であとダウンで嬉しいこの細かいポイントなんですけど、ボタンの色がちゃんと全色こうボタンとメインのこの素材の色が合っているので、こういった細かいポイントなんだけどアウターってかなり1枚で主役になるので、こういったボタンのあしらいとかもチェックすると長く愛用できるアウターに出会えるんじゃないかなと思います。はい、続いてはねこちら、スリーウェイコットンオーバーサイズフードコート、間違えました、フードコートじゃない
スリーウェイコットンオーバーサイズハーフコートですね。失礼しました。これちょっとこう一見難しそうって思いません？なんか私もこれアウターの中だとなんかレベル高いアイテムなのかなと思ったんですけど、ユニクロ C さん去年もこういったねアイテム出たと思うんですが、商品名にある通りスリーウェイなんですよ。でここにあるこのベストで1枚も着れるし、ベストを切り離してこのアウター1枚だけでも着れるし、もちろんセットでも着れるっていうところで、こうもう今の時期からもう冬まで長く使えるアウターだなと思ったので、12,900円でちょっと高いかなって思うと思うんですけど、これはスリーウェイで使えるのでかなりこう逆にコスパいいんじゃないかなって思います。でカラーが3色展開あって、こういったちょっとこうカジュアルそうなというかちょっとマニッシュな感じのアイテムなので、こうブラックになるとかなりこうね男性的でかっこいいっていう感じになると思うんですけど、今出てるこのベージュであればかなり色のトーンも落ち着いていて、こう女性らしい柔らかい印象で着こなせると思います。このねカーキはかなりミリタリーな雰囲気になれると思うので、今年らしいアイテム狙ってる方はオリーブが一番推しです。続いてこちらですね。こちらも人気アイテムですよね。ダブルフェイスラップコート。これはダブルフェイスっていうのが表地と裏地をこう一緒にこう合わせているっていうところなので、こう脱いでも同じこう色のあのアウターっていうのが特徴ですね。なのでダブルフェイスなんで結構こう暖かさも担保できるアイテムなので、この冬は絶対使えるアイテムなんじゃないかなと思ってます。これ去年はノーカラーのタイプで発売されてて人気だったと思うんですけど、今季はこの襟がね結構大ぶりなこの襟がついて登場しているので、さらにこうスタイリッシュな感じで着こなせるカオットで登場したなっていうイメージです。カラーがねこれさすがですよね。このグレーもいいし、ブラックもいいし、ベージュもいいってところで、ちょっとこれ私狙ってはいるんですけど、カラーがどれも本当使いやすいっていう点でどれも劣らないので、ちょっとこれは決めきれてないんですけど、これも買いたいなと思ってるアイテムの一つですね。でウエストにあのベルトもついてて、これ取り外し可能ってことなので、結構1枚でいろんな雰囲気を楽しめるアウターだと思うので、それがこの価格12,900円は素晴らしい、お得だなっていう感じで、はい、狙ってます。じゃあ次こちらですね。これも可愛いですよね。なんかこうプクプクっとしてすごい好きなんですけど、パフテックキルトコートですね。でこれ他のブランドさんよりもこのなんでキルティングのこの幅が結構細かくって、であとこう襟もついてたりこうポケットもついてるっていうところで、かなりこうデザイン性があるアウターだなって思ってて、なんでこう全体的に見るとこうカジュアルですけど、こう襟とかポケットのあしらいとかがかなりこう上品さも あるので、こう普段カジュアルなアイテムあまり着ないよっていう方でも手の届きやすいカジュアルアウターなんじゃないかなって思います。でこの横から見た時のこのスリット分かります？これが個人的にはこうデザイナーのクレアさんらしいポイントだなって思ってて、なんか今回のコレクションが全体的にこうレイヤードっていうのを意識して作られてるってことらしくて、こういうスリットがあることでやっぱりこう中に着るアイテムとのレイヤードがしやすかったりとか、こう下に履くボトムスともこう合わせやすいっていうところもすごい考えられたアウターなんだなと思ってて、こういう点もすごく個人的には買う時にチェックするポイントだったりもするので、ここがちゃんと入ってる、このスイートが入ってるってところもこのアウターのいいポイントだなと思います。はい、じゃあ続いてニットの部門に行きますよ。結構可愛くないですか、ニットも。じゃあまず最初こちら行きます。これ私狙ってますよ。これ可愛くないですか。なんか去年出てなかった形だと思うんですけど、これ何が可愛いかって言ったら、この襟が可愛い。で襟が前に全部こうついてるんじゃないんですよ。この首のこの V のところは開いてて、で裏にこうクーってこう襟があるんですよ。でこれがかなりちょっとこう抜いてきてる風に見えるっていうところで、1枚でニット着てもこう様になる、おしゃれになる、絶対なる。だってこれ可愛いじゃないですか、このルックも。のでかなりこれは狙ってます、買います。1枚で様になれるニットを探してる方はこれかなりおすすめです。はい、じゃあ続いてスウェットですね。これ今回あのユニクロ C さんって今まで女性のラインしかなかったんですけど、男女出てて、このスウェットも男女兼用出てるんですけど、男性 YouTuber さんとかも言ってたんですけど、かなりこれはねシルエットがすっごくいいですよ。コーデに落とし込みやすいこうシルエットとサイズ感、こうあの生地の厚さなので、こう普段こうカジュアル系統の方、私も結構きれいめカジュアルが好きなんですけど、もう1色と言わずに2色ぐらい買っても、この方は着冬使いやすいんじゃないかなと思います。
ですし、こう表面にこうちゃんとこう光沢感みたいなのがあるので、ゴワゴワした印象というよりはこうスッとした印象のスウェットなので、こう普段綺麗めのファッションが多い方でもこうさらっとこう今出てるようなこんな感じでスカートと合わせる着こなしでも取り入れやすいんじゃないかなと思います。切れ目カジュアルな私からすると、本当パーカーってなくてはならない存在なんですけど、パーカーを買う上で大事なのがこのシルエットと生地の厚さ、あとはこのフードが立つか立たないかっていうのが結構大事なポイントなんですけど、このパーカーはちゃんとフードもしっかり立体的に立ちますし、シルエットもこうボックスシルエットみたいな感じで、こうなんかただただでかいっていうよりは身幅と丈がちょうどいい設計になっているので、女性でもすごく綺麗に着こなせるパーカーだと思います。でパンツも出てるんですよ。同じ素材感でパンツも出てて、まあ、上下スウェットでこうやって合わせるってかなりおしゃれさんだと思うし、私もちょっと難しいなって思うので、セットアップで着るんだったらこのブラウンすごい綺麗だなと思うし、今年っぽい合わせ方だなと思うんですけど、私がやるならこうシャツとセットパンツみたいな感じで、切れ目のアイテムとカジュアルなアイテムって合わせ方だったらすごく綺麗にまとまり感ある、カジュアルなりすぎずに着こなせるかなと思うので、そういった形でちょっと着こなしたいなっていうところでは狙ってますが、ちょっと色がまだまだ決めきれてないんですけど、購入品動画も公開しようと思ってるので、その時にちょっと答え合わせして楽しんでいただければと思います。では続いてワンピース、皆さんお待ちかねじゃないですか。ワンピース結構今回柄とか素材違いで結構出てますよね。で私ワンピースがあまり得意ではない体型とかなので、今回はもう絶対これ売れそうとかこういう人に人気そうみたいな観点でちょっと見ていこうと思いますね。個人的にこれ一番売れそうっていうのがあったので見ていきますよ。それはこちらのスムースフレアワンピースですね。これ絶対人気だと思う。このワンピース絶対買った方がいいと思ってて、シルエットがとにかく綺麗で、びっくりしたんですけど、これ5990円なんですよ。かなり高見えすると思います。去年ユニクロ C さんでバズったこうボディラインをこう綺麗に拾うワンピースがあったと思うんですけど、このワンピースはもうそれに匹敵するぐらいもうシルエットが綺麗で、なんていうのかな、もう着るだけでもう高見えするワンピースだと思うので、普段こうフェミニンファッションとか綺麗ファッションする方はもう一目散にここのコーナーに行った方がいいと思います。かなり即売れそうな感覚が個人的にはしてます。で去年のレビューなんですけど、去年もそこのワンピースコーナーにみんながバーって行って、黒のワンピースをもうみんなでバーって取るぐらい、かなり多分今回はこのワンピース狙ってる方が多いんじゃないかなっていう予想です。はい、じゃあスカートですね。スカートもいろいろありますが、今回私が注目しているのがこちらのベルテッドフレアスカートです。こう巻きスカートみたいになってて、この巻きスカートって今年のトレンドのアイテムの一つなんですよ。なのでやっぱりこのトレンド感のあるアイテムがこの4990円で買えるっていうのがすごくお得だし、カラーもねこのオリーブが一押しですね。さっきも言ったんですけど、このもうオリーブ、全身オリーブで色を揃えるコーデが本当今年っぽい旬なコーデなので、もうこういうコーデしたいっていう方はこのトータルコーデ真似してやった方がいいかなっていうぐらい本当可愛いです。あとはこの要素としてこのリボンがあるので、こうカジュアルさはありつつもこう女性っぽい女性らしさっていうのもしっかり兼ね備えてあるので、カジュアルすぎるのはちょっとなって思うけど、ミリタリーにも挑戦したいっていう方もしいたら、このスカートはかなり取り入れやすいアイテムなんじゃないかなと思います。素材もなんか今からもうずっともう春先までなんか履けるような素材なので、そういった点でもコスパいいって思いました。次がボトムスですね。ボトムス私が狙ってるのはこちらですね。タックワイドパンツ。これはツイードタックワイドパンツなんですけど、さっき冒頭で紹介したジャケットとセットアップでできるやつで、私も今回もジャケットとセットアップで買おうかなって狙っているアイテムです。で普段ユニクロさんでもタックワイドパンツってあるじゃないですか、バズってるやつ。でそれと何が違うのかなって見た時に、ここのタックの深さっていうのが違うみたいで、このユニクロ C さんの方が結構グッと深く入ってるので、よりこの太ももらへんところののっぴり感っていうのがなくて、こう立体的にこう履けるっていうところが普段のタックワイドパンツとの違いになります。タックワイドパンツの方ってこうストーンとシルエットがストレートだと思うんですけど、これはちょっとこうフレアなこう広がりのあるシルエットになっているので、そういった点でも普段のラインとはちょっと違いを楽しめるワイドパンツになっているかなと思うので、私はちょっとツイードで今年は攻めていきたいかなと思ってます。はい、じゃあ次こちら、私もう全色買います。で
ていうぐらい、このヒートテックインナーって見た時に、え、何これ、ヒートテックでこんなおしゃれな色って思ったんですけど、多分違くて、これカシミヤブレンドなので、カシミヤ入ってて極暖ヒートテックってことは、着心地が良くて暖かいって、まずその機能面っていうのもいいじゃないですか。で、見てこの色、この5色が揃ってるんですよ。なので私はこうレイヤードするスタイルだったりとか、ジャケットにポロッとこうなんか中をピタッとしたものを着たいって時に、これ絶対使える。で、1990円だから5枚買ったとしても1万円、なんか1万円って聞くとちょっと高いかもしれないけど、もういい、買う、すっごくいいと思う。で、このタートルネックも色がちょっと違うバリエーション出てて素敵じゃないですか。で、絶対使えるんですよ、こういうタートルネックって秋冬。首元見えるから、タートルネックのとこだけちょっと安っぽいもの入れてるってなると、なんかちょっとおしゃれ感度が減っちゃうので、ちゃんとこういうタートルネックのところまで気を使ってるよって思われる、絶対これタートルネックなんですよ。それが1990円なので、このタートルネックも間違いなく買った方がいいと思う。続いてグッズ。グッズも結構今回豊作じゃないですか。全部欲しいですもん、この4つ。絶対人気なのがこれだと思いますよ。ミニショルダーバッグ。ユニクロさんってこういったコンパクトなバッグ、通常のラインでも出てるバッグって人気でバズってると思うんですけど、このコンパクトでコロンとしてるのがなんか今年らしいんですよ。他のハイブランドさんとかでも出てるバッグもなんかこう丸みのあるバッグが多いと思うんですけど、これちゃんと外にも中にもポケットがついてるし、こうぐーっと絞れるのもついてるし、機能面も間違いないでしょ。で、このコロンとしたこのシルエットと、この素材感が今年っぽくて可愛いし、これが1990円だからこれ絶対買いです。これは絶対買う。次、トゥーウェイユーティリティバッグ。これすごくなんだろう、マニッシュというかかっこよさもありつつ、こう通勤バッグとか、あとはこうマザーズバッグみたいな感じで使えるぐらい、かなりこう容量が大きそうなので、これもおすすめというか、まあでも私こういうバッグいっぱい持ってるので、私はさっきの小さいバッグにしようかなと思ってますが、大きくてちょっとこうカジュアルさのあるバッグ探してる方は、この価格でこのなんだろう、バッグとか機能性とかがあるの探してる方も絶対いいと思う。このなんか絶妙なグレー、おしゃれですよね、かわいい。はい、で次、こちらのストール、これは大人気とお聞きしておりますよ。間違いないカラーなんですよ。3色展開あるんですけど、なんかこうバイカラーというか、1色じゃなくて2色ぐらいがこう入っているカラーなので、巻き方だったりとか、こう乗せ方によって雰囲気がだいぶ変わるストールだなって思ってます。で、なんか2メートルぐらいあるって聞いたので、秋はこうサラッとこうシャツとかニットの上に1枚ポッてやって、アクセントというかアクセサリーみたいな感じで使えるし、まあ、冬はもう本命のもうマフラーみたいな感じで使えるっていうところで、2990円でこのデザイン性もあって、こう大判で 長さもあってっていうところで、もうこれは買わない手はない。グレーかな、グレーを狙おうかなと思ってます。で、次、これすごい攻めたアイテムが出たって思ったんですけど、個人的にはね、こういうアイテムも大好きで、これどうやってつけるんだろうと思った時に、なんか多分こういった防災頭巾みたいな感じで使うっていうよりは、こう今出てるような感じでこうネックウォーマー、まあ、名前の通りネックウォーマーでこう使うのがいいかなって思います。こういったこうダウンとこう色味をこう合わせてこう使うと、そんなにこの何ネックウォーマーがインパクトあるっていうよりは、なんかつながってるやつなのかなって、なんかモコモコしてあったかそうみたいな感じで取り入れられると思いますし、なんかもうちょっとレベルアップでいくんだったら、この左下の男性の方がやってるようなこうスウェットに1個異素材にこのナイロンのネックウォーマーつけるみたいなのもすごく素敵だなって思います。これはかなりこう攻めたというか個性的なアイテムなので、絶対にみんな買ってっていうよりは、なんかこうちょっと個性的なものが好きだったりとか、雪国であの雪かきする時の暖かさ求めてますみたいな人にはすごくいいのかなって思います。次、シューズ。私去年買わなかったんですけど、今年は買います。可愛くないですか。でもね、どれにしようかっていうのが決められてないんですけど、1個目から見ていきましょうか。このクロックシューズ、これ絶対今年流行ると思うんですよ。結構いろんなブランドさんから出てますし、私も違うブランドさんでもうすでにちょっと買っちゃったので、このユニクロシーさんの買わないんですけど、すごく私が持ってるものと同じ感じで、このぷっくりとしたこのつま先、ここが多分今っぽさとか、靴下とこう合わせて楽しむみたいなこうデザイン性がすごく多分流行ってる理由なんじゃないかなと思うんですけど、こういったアイテムトレンドだから、お手頃価格で買うっていうのもすごく1個の手だと思うので、今年っぽさのあるシューズ狙ってるよって方は
ぜひこのブラックが一番使いやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次こちらのストレッチショートブーツ、でもやっぱ私これかな、これ可愛いんだよな。なんか一見なんかどこにでもあると言ったらあれですけど、なんか普通のサイドゴアっぽいのかなって思いつつ、このつま先がちょっとスクエアっぽくなってたりとか、あとはこの横から見た時になんかこうすごく足の形にこうフィットしてる感じっていうのがなんかすごい可愛くて、他であんま見ないと思って、やっぱこれにしようかな。これ可愛い、ブラックの一色展開ですもんね。これ可愛いと思う、使いやすいですよね。絶対こういうアイテムって1個持っとくと便利だと思うので、私はこれにします。はい、だけどこれも可愛いんですよ、このパデットレースアップブーツ。これも多分もう今年っぽさ 100%って感じですよね。このミリタリー感あふれる感じすごい可愛いし、この内側のここにちゃんとこうフリースがあるからあったかいですよ、絶対間違いなくっていうところと、あとちゃんと水も弾くとかって言ってるので、なんか雪国の方もぜひ使えますっていう感じですし、こうレースアップになってるこの紐が、あのスケートシューズとかみたいな感じでこうぐる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 ってこう巻けて、多分これ足首まで多分くるんじゃないかな、紐が長めだと思うので、ぐるぐるって巻いたらなんかミリタリー感もありつつ、この紐のこうあしらいのおかげでなんか女性らしくも履きこなせそうっていうところがすごい可愛いポイントだなって思いました。はい、ということでいろいろ見てきましたが、じゃあ私がもう買うべきだと思うベスト3を紹介していきますね。はい、じゃあ第3位はこちらのミックスヤンポロセーターですね。でこれはもう1枚でなんか着れる安心するアイテム持っておくと絶対に秋迷わないんですよ。なんか何着ようかなと思った時にこの子がいれば大丈夫っていう子を持っておくと、コーデもすごく安心して組めると思うので、この子は絶対に買う。でこのね、襟元が他ではあまり見ないし、丈の長さとかも絶妙で、このミックスヤンっていう色が混ざってるっていうおしゃれさもあるから買う。これは絶対に持っておいた方が秋冬コーデをね迷うことなく組めると思うのでおすすめです。色は決まってない、でもグレーかな。はい、じゃあ第2位はこの2つですね。これはもう同率2位、この極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックティーとハイネックですね。もうこれは間違いなくもう全員買った方がいいと思う。なぜなら暖かいし可愛い色味だから、絶対絶対に使えるんですよ、この秋冬。なので、まあ、これは、まあ、全色クルーネックの方は絶対全色買う。で、まあ、こっちもねブラウンは買うかな。まあ、色はまあ置いといたとしても、これはとにかくこの秋冬の、あのレイヤードスタイルもそうですし、暖かさっていうところもちゃんと担保できるし、あの何だろう、色味とかも今年っぽさっていうところも加味して作られているので、内側からおしゃれをするっていう意味で絶対に持っておく方がいいかなと思うので、私も買いますし、皆さんもぜひこれは手に取った方がいいんじゃないかなと思ってます。じゃあラスト第1位、これはもう悩み悩んだけどもうこれかな。もう見た時からこれはビビッときてたから、第1位はダウンクロップドベストですね。で色もこれはカーキ、私はカーキを買うって決めてます。でこれはなんだろう、今年っぽさみたいなところももちろんありますが、やっぱこうダウンベストの中でもコクーンのこの丸みとか、こうちょっとこうマットな質感っていうところが今年だけじゃなくてずっとこう着ていける、年を重ねてもなんか着ていけそうなデザインとこう色味とシルエットっていうところがあったので、私はこの子をゲットして秋冬ちょっとメインでこの子を着ていきたいなって思うぐらい、なんか本当に惚れました。本当可愛いなっていうシルエットも丈感とかもデザイン全部、絶対これは買います。着こなし方とかも今出ているような感じで、まあ、オールカーキももちろんですけど、デニムとかとの相性、多分皆さん思ってるであろうデニムとかも相性すごくいいと思いますし、秋ワンピースにさらっとこの、 あのダウンを着るだけですごくこう今っぽさもありつつ暖かさもありつつ、なんかちょっとこの人おしゃれって絶対思ってもらえるシルエットだと思うので、ぜひチェックしてほしいですね。このピンクもね可愛いですよね。ピンク可愛い。普段私あまりピンク着ないし、なんか顔との色味考えてピンクは買わないですけど、売れるのはピンクかなって予測してます。なので去年ユニクロ C さんでピンクを買った方は今年このダウンベストのピンクいいんじゃないかなって思ってます。はい、じゃあ以上になります。はい、ということで今回は結構ゆるっと一緒にサイトを見ながらユニクロ C さん何アイテム買えばいいかなっていうところをあのチェックしていきましたが、当日私たちも実際に買ってその購入品動画も上げようと思っているので、そちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。で9月6日までまだ時間あるので、何を買えばいいかっていう目星をこの動画を参考にしていただけたら嬉しいなって思ってます。皆さんも買い物決まったらコメント欄で教えてください。参考にさせていただきますね。ということでこの動画が参考になったよっていう方はチャンネル登録と高評価、そしてコメント
メントお待ちしてます。あと私のインスタとウェアもあるのでぜひフォローお待ちしてます。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。